白教授は、京都市南区にある新言州の寺院。歴史的名称では、聖教寺とも書く。三号は、随法山。現在の本尊は、延人作と伝えられる千寿観音である。落葉三十三書観音令状、第二十二番札書。創設は、平安時代後期の王徳二年。寺地は、藤原氏の邸宅の一つ休場庭があったところで、ここに、 藤原道長の孫、藤原信長が営んだ九条堂を起源とする。その後永久元年に、藤原忠実がこの堂を寺とし、保安三年に、ガラン供養が行われたと自伝は伝えている。ところが、当時の記録によれば、自伝とは全く異なる経緯が判明する。すなわち、信長の死後に九条堂はその未亡人であった。皇室が漁師。 そうとなっていた息子の清志仁が別当を務めていた。ところが、皇室は九条堂を白川法皇に寄進した上、不仲となった清志仁を追放してしまったのである。そのため、過剰元年、比叡山横川に逃れた清志仁と彼に同情する悪僧、新人が皇室が住んでいた関白藤原市通の二条邸を襲撃して報復を加えたものの、 これに激怒した白川法王は、清志人氏を処罰しただけでなく、天大雑の人主言に九条道を与えてしまったので、ある。この時点で九条道は、藤原氏の手から失われ、王家領もしくは延暦寺の有力門関であった、梨本門関領とされ、後に、白川法王の孫で道門跡を継承した、細区模倣神皇が領したと考えられている。平安時代末期には、 最久も法神脳の弟子であった、持人王がこの寺の事情を了していたが、自称三年、平氏政権によって取り上げられて、梨本門関出身の天台雑明雲に与えられた。このことが、持人王の挙兵の原因の一つとされている。明雲が、法十字合戦で戦死した後、先の平氏政権の没収措置の正当性などを含めて、その領有について紛糾するが、 妙雲の弟子小人の領有を経て、持ち人をの子で受けたまわり、人氏の弟子でもあった神聖に受け継がれた。その後、少霊院の支配を経て、16世紀の記録によると、事領は、比叡山不動院の管理下にあったことが知られる。創建当初は広大な地域を誇ったが徐々に衰え、現在では、本堂の観音堂と、栗、寺内社として、役員者を残すのみである。 江戸時代から観音霊場として有名で、安永9年発行の都名書図絵には、聖教寺は九条からすまにあり、本尊観ゼオンは自覚大師の作なりという記載がある。境内の役員者は、平安時代初期にこの付近にあった平安系の世役員に由来し、役員稲荷として数計を集めてきたが、1877年に白教寺から立ちに天道に合祀された。 中浮港は五年三月十一日上信長と、その皇室が、養女にしていた娘が関白子通の室となっており、皇室はその養女に引き取られて二条帝で暮らしていた。A 正さき家城元年十月二十七日上栗山、二千十二年 p 四十六から五十平氏政権の立場からすれば、高倉天皇系皇統に対抗的な姿勢を抱く、持ち人をの経済的基盤を奪うことが、 目的であったが、同時に最久も法神皇が、白教授を門に王に譲ったのは、僧侶としての指定関係によるものであったと考えられ、持ち人王が出家をせずに、法神皇との約束を果たさない以上は、白教授を門に王から没収して、法神皇が属した、梨本門流に変えさせることは一定の正当性を有していた。ありがとうございます。